皆様、こんにちは。なりわでございます。本日は、スイートの6月号の付録にあります、スナイデルのパレットを使って、続きのメイクを撮っていきたいと思います。今までね、6パターンある中の4パターンまで撮りましたので、本日は5パターン目を撮影していきたいと思っております。雑誌の中でのどういった感じかと申しますと、今日は、赤ラインにキュンという、こちらのね、メイクをしていきたいと思っております。このね、雑誌の通りになればよろしいんですが、今回は結構ね、赤ラインが急ですから、どうなんでしょうかね。ではやっていきたいと思います。まず目が、拡大鏡、ちょっとお待ちくださいね。今日まず使うお色の最初が、1番が、目尻にワンポイントで赤を効かせて、シンプルに、幅の細いブラシの先端に E の赤を取り、目尻側だけにのせる。黒目の外側からスタートし、目のフレームに沿って跳ね上げますということですね。ではやっていきたいと思います。赤ですよ、赤。その前にまずね、ちょっとね、ベースの粉をはたいていき、そこからやっていきたいと思います。はい、では早速、今日使うお色はまず、こちらですね。この赤い色を、このチップを、こちら側を使って、このチップを使ってやっていきたいと思います。先端にと書いてありましたね。先端に、この赤いチップの色をチップにとって、黒目から目尻に向かって跳ね上げる、だそうですね。ちょっと、これは私の場合は、どうしたらメイクできるかな。ここから、跳ね上げるですからね、ちょっと待ってください。若い時はね、やはり目に張りがあったんですが、年齢とともに目の周りとか特にね、張りがなくなってきますので、なんか結構難しいですね。で、二重じゃなくなってきてる部分もあるので、こんな感じでしょうか、肩を。こちらはよく分かりますけど、こちらの目は二重がかぶさってきてるので、難しいですね。もうちょっとオーバーにしてもいいんでしょうかね。という感じですね。では次いきたいと思います。目の次は、2番が、今回はちょっとわりかし、パウダーを重ね、マット、2番は、日焼け風かわいい目の下血色血色チークということで、ゼイのレッドをしっかり色がつくので、薬指で軽めに表面を押さえて取り、目の少し下に横長に優しく叩きながら薄くぼかすということですね。ゼイですね。ああ、これですね。それを目尻の下に叩くように、ぼかすということなので、こちらのお色ですね。このゼイのお色ですね。
こちらを薬指にとって、こう叩くようにのせると。こんな感じでしょうか。怖いな。ているのかな。ちょっと赤くつきすぎたので、ちょっとね、調整をしたいと思います。これじゃあお手もやんになってしまいますのでね。どうしようかな。なんかちょっと心配なんですが、それと、あと、チークは、リップはどうするんでしょうかね。リップは、今回はリップのお色は、K のコーラル、K ですね、K。コーラルを薬指で、輪郭を取りながら塗る。山のカーブをきっちりと、アイのパウダーは中指で押さえるようにして重ねつけるということで、まず K の後にアイですね。ではまず K。ということはこちらのピンクのお色ですね。こちらを薬指にとってと。今日はちょっとね、環境が違うので そして、このパウダーですね。パウダーを ということで、あとはちょっとね、私のあれで眉だけをちょっとね、仕上げたいと思いますね。ということで、今日はちょっとね、納得のいくね、メイクでは 仕上がりじゃないような気がするんですね。赤ラインにキュンっていう。そう、これで皆さんキュンとしますか？ 今日はちょっとなんかメイクのノリがあまり良くないですが、これで一応仕上がりでございます。
こんな感じに、こちらでしたね。大変失礼いたしました。こんな感じになったでしょうか。やっぱりね、モデルさんとは違うので、まあ73歳でございますけれど、まあ一応挑戦することが意義があるわけですからね。まあこの私シリーズの中では前回したメイクが一番ピンときたかなという感じですね。まあこれはこれで、悪くはないですが、普段はしないかなと思いますね。これはやっぱり夏のメイクですね。水着かなんか着て外でやるメイクじゃないかと思います。普段はしないと思いますね。ということで本日は雑誌の付録スイートの6月号を使いまの中の付録のメイクパレット、スナイデルのメイクパレットを使っての今日は動画でございました。いつも皆様方なりわのチャンネル視聴していただきましてありがとうございます。またお会いいたしましょう。なりわでございました。では。